カジキまた美味しいね。美味しい、かなり脂乗ってる。ここやな。やっと到着。あ、来ました。来ました。恵比寿浜は東大ね。ああ、ここや。すごいとこ来たね。本当に。すごいね。うん。本当にここ？そうみたいな。いやすごい。なんかさ、民家の中入っていってるみたいでいいのかなこれ。ねえ。いいって書いてある。わあ、すごいなこれ。うわ。本当だ。やばい。やばい。すごいな。行きましょう行きましょう。すごいね。すごいよこれ。うわ。じゃあこれ車止めましょう。はい。あ、五色海岸こっち歩いていけるんや。行けば。すごいな。これです。このプラス。わあ、三色海岸。すごいな。すごいとこ来たね。すごいねこれ。こんな感じ。行きます。お品書き。岩があるんだな、本当は。あとで見に行こうか。そうね。なんか蒸し鰻丼、はい、うな重とかいろいろあるけど、うん、蒸し鰻丼と、はい、海鮮丼と、うん、イクラ丼、イクラ、はい、はい、注文しました、うん、すごいね。ラーメンもあんだ、うん、ねえ、うん、アイちゃんまだ来てないけど食べてしまいたくなりますね。すいません。こんな。はい。はい。あ、いかがこっち。はい。いや、まあ来ました。見てこれ。結構入ってるな。ね。いいね、この煮立て。うまそう、まそこの味噌汁と。あとこれなんだっけ、メカグじゃない。いくだよ。行きます。行きよう。うまい。あのね、これトロトロよ。行こう。トロトロじゃない、いくらだ。噛み応えがいくらとか。みんなもあるんちゃう。世の中探したら、この子は最高。最高。うん、まあまあ。で、結構ご飯もボリュームめっちゃいます。うん、ほんまや。うん。はい、いただきたいと思います、はい、海鮮丼ですね。何からいこうか。魚、イカ、はい、イカです。はい、はい、蒸し鰻。はい、はい、これが鰻丼か。おお、おお、いただけるね。はい、いただきます。はい、うん、うん、甘い甘い、柔らかい、うん、うん、すごいよ、このボリューム。ウニが盛り上がっております。なんか硬くなってるね、蒸し蒸すとね、やっぱり。うん、これ初めて食べたの。あれ、ウニもつけてないね。味ついてる。うん、全然大丈夫。あ、そう、うん、シソがまた美味しい。シソの香りがある。あ、そう、はい、味は薄味な感じ。うん、塩の、うん、グー、よかった、よかった。三陸味噌汁持ってるね。薄いな、味。ほんと、なんか三陸って味濃くないやん。ご飯進んでますね。うん、この景色を見ながら、うん、ちょっと滑ってるね。じゃあいただきます。はい、ご飯はね、寿司飯、うん、酢飯か、うん、と思ったら、普通のご飯だった。予想がかなり、あの、覆されちゃったんですけど、うん、美味しいです、うん、ボリュームも。ボリュームあるよね、三陸の味。うん、そうだね、三陸の味だね。ボリュームありますけど、
ですか、冬までね。うん、いけそうな気がします。あまりのうまさにイクラが最初に品切れになりましたので、白い平原をそんな時にこれが役立つんですよ。あるよ、こっちに。あるね、桜漬け、うん、美味しいよね。あんまりここの特産じゃないんです。種類たくさん載ってたね、これ。うん、な、うん、なんだって、ここ、サワラらしきものと、うん、カジキとホタテかな、うん、あとサーモンで、マグロ、マグロもね、うん、マグロも中トロやったね。中トロやった、ね、このイカとエビ、うん、カジキまた美味しいね。美味しいね、かなり脂が乗ってる。初めて食べた、初めてなわけないけど、うん、何回か食べてるはずや。あ、でもソテーにしてあるとか、うん、こんなのが多いね。美味しかった、うんうん、すごく。この何1枚でかなりご飯食べられるぐらい脂が乗ってたからすごいねびっくりした1万濃かったかも、うんうん、美味しい美味しい美味しいね、うん、サインとかあるね。認定店できないからおすすめ。もう駅湾グルメ初めて聞いた。この高さやもな、あやちゃんの身長と同じかそれより高いぐらいのとこまで来たっていう。ここまで来たね。どちらがすごく高いからね。はい、はい、はい、食べてきた。美咲さん、うん、あのね、うん、カジキマグロかな、うん、あれすごかったね。あれすごい脂乗ってたので、ね、あとウニもね、ここでしか食べられへんような味っていうの。あ、そうだね。なんていうの、蒸しウニって初めてだから。あ、そう、うん、私も初めて。ウニって何回も食べてるじゃないですか、うん、でも蒸しウニって初めて見たね。あんまないね、うん、ないね。僕はもういくらとご飯と格闘してまいりました。美味しかったです。美味しかったです。はい、じゃあまた。はい、ロイドのお気に入りの店、はい、はい、一つできましたね。美咲さん、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでまた三陸に戻ってきたいと思います。それではまた、じゃあ次の現場へ、現場行きます。